名古屋飯といえばひつまぶし。ここの店にはもう一つ名物メニューがあります。それがこちら、うなぎの刺身です。脂の甘みや独特の食感が特徴。ただ血抜きなど下ごしらえに時間がかかるので、注文を受けてからでは間に合いません。そこで導入したのが、こちらの機械でですね、うなぎの刺身凍らしておりまして、下ごしらえしたうなぎの切り身をこの機械で冷凍保存。注文があればそれを解凍して調理します。肝心の味の方は、めっちゃコリコリ。冷凍って聞いてもあんまりわからないですね。全然わからん。急速に凍りますので、この機械を使わなくて凍らせるのとは全然歯ごたえも違いますし、味も変わらないですね。本当に、はい、助かってます。機械を開発したのは愛知県豊明市の星崎です。製氷機と業務用冷蔵庫の国内シェアはトップ。その星崎が新たに開発したのが業務用液体急速凍結機です。中を開けるとマイナス35度という超低温に保たれた液体のエタノール。この中に食材を入れると、牛肉なら15分でカチカチに凍ります。ここで実験。担当者が持ってきたのはこんにゃく。これを機械に入れて急速凍結してみます。一方こちらは一般的な冷凍庫で凍らせたこんにゃく。並べて自然解凍すると、それぞれ切り口を比べると、こちらは大量の水分があふれ出てスカスカに。一方急速凍結の方はご覧の通り、こんにゃく本来の弾力が残っています。解凍した時に出る水分の量もこれだけ違います。凍らせると鮮度や味が落ちると言われているのはこのためです。通常食材を凍らせると中にある氷の結晶が膨張し、食材の細胞を破壊してしまいます。これが鮮度の低下につながります。一方急速凍結の場合は氷の結晶が膨張する暇を与えないので、細胞へのダメージを最小限に抑えることができるんです。進化する冷凍技術、名古屋にある業務用食品スーパーを取材しました。およそ1400品目の冷凍食品を販売するこの店の店長に話を聞くと、冷凍食品のクオリティも年々上がってますので、まだまだびっくりするような商品とかがどんどん今後も入荷予定となっています。冷食業界、飲食業界の活況の追い風を受けて星崎の業績も急上昇。2023年は過去最高益を記録しました。食品である以上、美味しさっていうのは求められてくると思っております。我々としてはいかに美味しく凍結していかに美味しく解凍するのか、そういった技術に今こだわり研究開発を進めております。冷凍技術の進化は熟練労働者不足に悩む飲食店の課題解決にもつながります。星崎はマグロなど色の変わりやすい食材の保存に適した超低温冷凍庫の開発など、冷凍食品、冷食市場の拡大に対応した技術開発に力を入れています。